地震とともに大津波が白線の中地を襲いました。震災に見舞われた宮城県気仙沼市で希望となった親子がいました。父親の千葉清秀さんと息子の栄太さん、当時9歳です。津波で母親の美奈子さん、妹のくるみちゃんとゆうみちゃん、そして祖父母など7人を亡くしました。ママ、仕事をしているのにその伊藤家の子供会や学校の道場に参加してくれてありがとう。これから頑張って行くからということを伝えたかったです。栄太さんはこの日を境にほとんど震災について話すことはなくなりました。そんな父と息子、二人を結びつけていたのが仮設住宅で行うキャッチボールでした。やっぱ野球やってる時が一番楽しいんで。栄太さんは父親にあるお願いをしました。気仙沼にバッティングセンターを作ることです。入って入り出されるともう逃げようがないですもんね。もうやってやるしかないですよね。牛乳店を営みながら資金集めに奔走する姿は気仙沼中で話題になりました。震災から3年、多くの支援金が集まりバッティングセンターは完成。野球に熱中する栄太さん、しかし言わないですね。相当気張ってますね。だからそれを察しちゃうと余計に辛くなるんですよね。本当にこいつ家族忘れてるのかなと思うぐらい。あの日から7年、栄太さんの姿は東京にありました。こんにちは。栄太さん。はい、そうです。 おいくつになったんですか？今19です。19。はい。野球少年はすっかり大人びた印象に。何の勉強されてる感じなんですか？海外の学校で勉強するための、英語の勉強がメインで。父の勧めで東京の高校に進学した栄太さん、現在は野球をやめイギリス留学に向け英語を勉強しています。東京に住むようになって震災への向き合い方に変化が出たといいます。当時を経験した自分らが発信していくってことは大きな意味があるなと思ってて、はい、語ることのなかった震災当日のことを話してくれました。当時は、学校にいまして、でその学校がその川に隣接していたんで、その川を見た時にもう水がない状態で多分引き波になったと思うんですよ。栄太さんが通っていた小学校の地震直後の映像が残っていました。川を遡上する黒い津波。撮影者が逃げ込んだのが栄太さんが通っていた南気仙沼小学校です。
まあ、その瞬間にバーっていう一気に水が来て防波堤を越えて、まあ、校庭に流れてくるっていうシーンもちゃんと自分の目で見てるんで、津波に飲み込まれてしまった校庭。映像には校舎の3階で立ち尽くす子どもたちの姿も映っていました。当時話さなかった理由、まあ、世間では、まあ、家族も失ったし、まあ、マイナスな方として捉えがちだったしっていう中で、自分の本当リアルな気持ち、この前を向いてますっていうのもなんかちょっと違うかなっていう葛藤だったりとか、逆に後ろ向きに話すことによって自分としてもその言葉が残っちゃうんじゃないかと、自分に言うことによって逆に自分を苦しめちゃうんじゃないかなって思いもあっただろうし、今瑛太さんは SNS を使い自らの経験を語っています。3月12日2時46分、その変化に父の清秀さんは、いや嬉しいですよ。だから彼がすることに対してはもう全面的に私は応援します。もうそれだけですね。とにかく一日一日納得しなさいと。まあ、震災は切っては切り離せないというか、まあ、自分のまあ、アイデンティティの一つとして、まあ、一生残っていくんだろうなっていうふうに思ってますし、逆にもう自分の武器というか自分にしかないものの一つでもありますし、自分らしく生きていこうっていう思いが強くなったかなっていうふうに思います。震災から9日ぶり、奇跡の救出と言われた少年、そして釜石の奇跡と称賛された一人の少女。そんな褒められるような避難してないし、ヒーローでも何でもなくて、奇跡に翻弄された2人が10年目の今伝えたいこととは。震災から9日後の宮城県石巻市、6メートルを超える津波に家ごと流された高校生が、一緒にいた祖母と共に救出されました。凍てつく寒さの中、がれきに埋もれたままの状態で9日間を生き延びたのです。これは医師の許可を得て行われた救出された阿部仁さんへのインタビュー。助かってよかったです。救出されるまでの9日間なんですが、どういうふうに過ごされましたか？水とかを飲んで、あとお菓子が、あとお菓子を食べてました。当時、奇跡の救出と言われ注目されました。しかしその後口を閉ざし、当時のことを語ることがなくなった阿部さん。あの日から10年。あ、こんにちは、阿部さん。高校1年生だった阿部さんは26歳になりました。共に救出された祖母も石巻で暮らしています。今回共に訪れたのは10年前、9日間閉じ込められていた自宅があった場所。奇跡の救出の現場に今当時の面影はありません。でも本当にこんな感じで、ちょうどこの青い屋根の家がここに
その下に9日間いたっていう感じですね。自分で見てもこの下にいたんだなというのは想像できないんですけど。奇跡の救出と言われた阿部さんにはこの10年間ずっと胸の内にしまい込んでいたある思いがあります。ただただ自分が愚かだったなと、すぐ避難できる場所にいたのに避難をしなかったことによっていろいろな人に迷惑かけてしまったなっていうところを今でも後悔しているっていうことを伝えたくて。抱き続けた後悔、阿部さんはこの気持ちを胸に今語り部として自身の経験を伝えています。皆さんおはようございます。阿部さんの話に耳を傾けるのは全国各地のおよそ100人の小学生たち。震災を知らない世代です。いろんなニュースや新聞で奇跡の救出っていうことで取り上げられていたんですけれども、災害が起きた時にちゃんと判断をしてすぐ避難をすることができれば後悔することってほとんどないと思うんですね。奇跡と呼ばれた子どもは他にも。小学生の手を引いて避難する中学生たち。日頃の訓練が生かされ、学校にいた児童生徒およそ600人は高台に避難し、全員が無事でした。釜石の奇跡と呼ばれた少女も今自身の体験を生かすべく活動しています。菊池のどかさん25歳です。現在は震災を伝える伝承館で働いています。やっぱり10年経っても釜石の奇跡、10年経ってもその話だけをする、進んでないなって思ったんですよね。当時中学3年生だった菊池さんたちは、地震直後、教師に促され学校から800メートル離れた避難場所まで走りました。当初逃げていたのは中学生だけ。小学生を最初から連れてったわけではなくて、自分たちで避難した。走る中学生の姿を見て小学生たちも避難したのです。さらに地域の人のアドバイスを受け、念のため高台へ避難したところ、あの写真が撮影されました。自分たち実際そんなちゃんとやってなかったというか、そんな褒められるような避難してないし、たまたまがこう重なって助かったんですよね。自分たちが助かったのは防災を教えてくれた教師や地域の人のおかげ。美談として語り継ぐべきではないと言います。もっと自分自身が防災の勉強をして、この町の人たちのためになる向こうの10年でありたいなって思ってますね。震災を体験した子どもたち、その重みを受け止めながら次の世代へと語り継ごうとしています。